ぱりあのさっきの周回コースでもちょっと一緒に走ってみたけど、結構やっぱりライン取りがねうまい、スピードを乗せるラインで走っていくから出口くん、ああさすがだな。あの一緒に前回出口君も結構あの元気もらって、じゃないが来るんじゃないかな。あ、じゃあ出口君もライバルとして、そうですね、まあ結構絡んでくるんじゃないかなと、はい、で今最も注目のライダーなんですけど、 ありがとうございますいや、まあ、前回、まあ、前々回も、はい、第1戦第2戦はもう本当上位連勝で、ありがとうございます。あ、クラス優勝ですね。そうですね、うん、でまあエンジェルを転向した2戦終わった時点での感想っていうのはどうですか。そうですね、まあモトクロスから変わってね、やっぱ違いといったらこう予想してないところが結構多くて、僕もアタフたちのレースやってるんですけど、でも逆にモトクロスと違ってそこが楽しいんじゃないかなと思って、だから僕は結構こんなに、ね、前回の九州みたいに明け明けで走ったこともなかったし、結構モトクロスで元コース15年やってきたんですけど、得られないものをたくさん得られてるんで、僕は毎回あの初めてのレースですし楽しくて仕方ないですねハプニングも多いですけどね、うん、いきなり岩が転がってるとか、うん、まあでもすごい楽しませてもらってます。